はい、こんにちは、こんばんは。今回は先日ですね、Amazon で大人気のバイク用ドライブレコーダーをですね、ヤマハボルト950に取り付けましたので、そちらの完成動画となります。まあ、スペースがね、結構ありませんので、まあ取り付けに、場所探しにですね、結構苦労しましたが、まあこのようにね、シートの下に取り付けることができました。まあ、ちょっとね、詳細の方を説明していきたいと思います。まあ、ボルト950に乗ってる人がね、どれだけいるんだとかちょっと思いますけれども、で、取り付けなんですけれども、まず、いつもおすすめしているですね、D ユニットプラス、こちらをですね、合わせてくっつけると非常に作業が楽になります。蓋の閉まりが相変わらずちょっと悪いですね。はい、で、何が楽かというとですね、まあ、このように、こちらはですね、私、カプラーにすべて、もともと擬保身なんですけれども、カプラーに変更しております。まあ、抜き差し楽じゃないですか、ね。で、カプラーに変更しているんですけれども、まあ、このように、まず D ユニットの方から、メインキーオンで 12V の電源が取れます。で、アースも取れます。アースとね、メインキーオンの電源がこのようにですね、平行に取得できます。そしてですね、こういうドライブレコーダーってバッテリーもちょっとですね、ターミナルにつながなきゃいけないんですよ。それはですね、一緒にこちらからですね、常時電源プラス、しかもヒューズ入りで取得できますので、かなり利便性が高くなりますよね。取り付けに関して、そのバッテリー周りがごちゃっとしなかったりとか、あとはメインキーオンで 12V 取るのでガッチャリしなかったりとかね。あとアースどっかともじめしたいなとか、バッテリーとかこういうバイクだったらもうほとんど見えませんから、バッテリーのプラスにともじめするなんていうのもね、結構大変な話ですから、もうこれをね、 D ユニットプラスつけてしまうと非常に早いと思います。おすすめです。なんか3000円ぐらいしたっけね。です。で、ベースプレートなんですけれども、フレーム側にですね、なぜか余ってる M6 のボスがですね、2つありましたので、そちらをちょっと活用させていただいて、下に、チタンの板をですね、シェアリングで切って、こさえました。で、それにですね、まあ、このモジュラーと、この本体と D ユニットオンしてる感じですね。で、こういうものもですね、できれば、両面で貼らない方がいいと思います。外すときのことを考えてですね、デュアルロック、僕はデュアルロックで止めてるんですけれども、デュアルロックの透明の薄いやつ、そちらで止めております。まあ、ベロクロみたいなのでも結構ですけれども、まあ、デュアルロック、売ってますんで、その辺使ってみるとですね、レイアウト、着脱などがですね、非常に、便利になると思いますんで、ちょっと考えてみてください。で、ドライブレコーダーから出てる線は、5本出てるんですけれども、1個はですね、GPS なんで、こちらは、シールドしちゃってます。まあ、使いたいときは、これカッターでピッて切ればですね、外れますんで、一応使わないんで、水入らないようにしておきました。で、カメラだったかな、黒がカメラで、赤がさっきの電源ですね。 D ユニットに行くだけです。はい、でイエローが、スイッチです。であともう一個青もカメラですね。青もカメラですねっていう感じです。意外とさっぱりとできるようになりました。まあ、これがちょっとちっちゃくなってんのがやっぱりありがたいですよね。でございます。で、最初、この黄色、つなぐのやめようかなと思ったら、説明書読んだらですね、これ黄色つながないと、音を録音できないそうです。ですので、一応ですね、こちらにですね、ついております。これもデュアルロックで、ついておりますんで、いいと思います。まあ、ちょっとね、エンジン近いけど、まあ、多分、外出てるから大丈夫じゃないかなと。思います。まあ、あとね、メインキーをオンにするとですね、撮影が始まりますとこちらチカチカしますんで、
これがね、また気になるようだったら違うところに移設しましょう。まあ、今回はね、とりあえず、私の勝手な位置につけました。まあ、ハンドル周りにこれをちょっとつけるは、ちょっと鬱陶しいですよね。これずーっとチカ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 されてたらね。と思います。リアカメラ。こちらはですね、あのフェンダーレスに共締めする形で、ブラケットを作って固定いたしました。結構ね、一体感が出てよろしいのではないでしょうか。で、2箇所でですね、まあ、こちらと、これをちょっとゴム挟んでますけど、上下、動かすことは可能です。左右はちょっと振ることはできません。感じですね。はい、なるべくさっぱりねつけたいですからね。まあ、付属の板も捨て、まあ作れない人はもうあれ使うしかないんでしょうけれども、やっぱつけたい位置につけれるとさっぱりしていいんじゃないかなと思います。フロントカメラの設置位置になります。こちらのヘッドライトの下にですね、ステを作って、取り付けました。こんなような感じですね。意外と一体感があってよろしいのではないでしょうか。で、まあ、ここのビスでですね、まあ、上下首を振ることは可能です。そしてステムの下からですね、M6 のボスが出ておりましたので、ここからステンの丸棒を曲げて、まあ、から削って、溶接して、ビロって上に上げておりますので、フォークのストロークには関係がない設定になっております。結構ドライブレコーダー、みんなこの顎下っていうか、ステムの下にですね、カウル付きとか、ペロって、くっつけてるんですけれども、そういうストロークに関係するところにつける場合はですね、必ず、フルストロークを測っておかない、調べておかないとガチャーンなんて言ってね、カメラ弁償、フェンダー弁償みたいなねことになりますんで、必ず確認しておくと確実かと思います。はい、まあ、このような感じで、ドライブレコーダー装着いたしました。まあ、こういう感じで前後、あとはね本体、電気回り装着いたしました。まあ、ちゃんとしっかりねそのままつけれるようなブラケットとか作って、まあ、電気回りもねもうつくようにしかつかないような設定にしてしまえば、このようにですね後付け部品もさっぱり装着できますので、まあ、ちょっとこういう付け方もできますよっていうのを、参考にしてみてください。まあ、作業でね、依頼はあまり嬉しくないのであんま頼まないでください。今回はこんな感じでございます。まあ、チャンネル登録とね、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、今回はありがとうございました。失礼いたします。